一人で過ごす休日なんてつまんないから、今日はみんなと会えてよかったよ。スポーツもいいけど、こういうのも楽しいよね。トウコちゃんは休みの日はどんなことしてるの？私は小説を読んだり、イメトレをしたりしています。それなら、イロハちゃんとも話が合うんじゃないですか？そうだといいんですが、今日の4人の中で私だけ静岡県の温泉娘だから話しかけづらくって。そんなこと言わずに話しかけてみなよ、きっと仲良くなれるから。そうですよね、私はできる、私はできる、私はできる。あの湯河原さんは小説がお好きなんですよね。どんな小説がお好きなんですか？漱石先生やドッポ先生。私も金色夜叉とか小説が好きなんです。お友達になってくれませんか？友を得るに急なるなかれ、親友は自然に得るものなり。いろはちゃん、どういうこと？ドッポ先生が言っていたわ。そもそも友というものは欲しているものではないと。ということは、友達にはなってもらえないってことですか？あ、そうですよね。今日初めて会ったのにずうずうしいですよね。ドッポ先生はこうも言っていたわ。時間の長短が人の真の交わりに関係するとは信じない。友達になるも何も、私たちもう友達でしょ。湯河原さん、もうイロハちゃんびっくりさせないでよ。トウコちゃん、よかったね。はい、話は聞かせてもらいましたよ。おじさん、まだいたんだ。いや、温泉娘たちの友情素晴らしいですね。そんな皆さんにある作家の言葉を送らせてください。好きなことは口にすることで人とのつながりができる、だから口にすべきだ。おお、なんかいい言葉ですね。本当にシンプルだけど胸に刺さるね。ちなみに誰の言葉なの？向井星太郎。って、おじさんの？はい、おじさんの出した年収800万になるための本で書いてる。そういうセリフです。なるほど、おじさんか。それを聞いちゃうとがっかりだな。え？ちょっといいなと思った自分を呪いたいよ。呪いたい？私、おじさんには騙されませんよ。いや、手のひら返しがすごい。温泉娘放送部。さあ、ということで皆さん、ちょいなー。さあ、本日は放送部の公開録音にようこそお越しくださいました。温泉娘師範学校の用務員兼放送部臨時顧問天使、向井星太郎です。よろしくお願いします。さあ、全国の温泉地に点在する人間とほぼ容姿が変わらない土地神様温泉娘、彼女たちが通う温泉娘師範学校の放送部では、毎回入部希望者の皆さんをゲストに迎え、全国の温泉熱をホットに盛り上げていきます。ということで、今回も箱根芦ノ湖遊覧船から2回目の公開録音の模様をお届けします。さあ、ということで、こちらの部活動に参加してくれる温泉娘は今回もこのメンバーです。え、私からいきます。はい、チョイナー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 、ギューイーン、ギューイーン。ありがとうございます。神奈川県箱根温泉の温泉娘、箱根さや役の永井梨花です。2回目もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そして、はい、皆さん、チョイナー、チョイナー。同じく神奈川県湯河原温泉の温泉娘、湯河原いろは役の大和田ひとみです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。そして、はい、皆さん、チョイナー。ありがとうございます。同じく神奈川県の強羅温泉、強羅館の役の前田香織です。第2部も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして、はい、皆さん、チョイナー。ありがとうございます。私は静岡県修善寺温泉の温泉娘、修善寺東子役の山口めぐみです。今日は本日最後までよろしくお願いします。お願いします。
さあということで、高録第2部ということなんですけれども、第1部でね先週言ってたんですけれども、ちょっとコラボメニューをこれね、大和田さんと山口さんがまだ食べれてないって、はい、1部と2部の間に食べたいなって言ってるんですけれども、これいかがでした？食べてきましたよ。食べましたか？船を降りた瞬間にスタッフさんがすぐどうぞってそんなにすぐだったんですか？ちなみに食べたのは何だったんですか？みたらしのみたらしさや、みたらしさ やタンブラー付きでねやってるんですけど、うん、どうでした？すごい美味しかったです。ねー、本当にその甘いソフトクリームにみたらしのタレが、うん、甘じょっぱい、そう、まさに甘じょっぱいから、なんかその中にもなんか本当にお団子が入ってて、はい、だからちゃんとみたらし団子の味もありつつ、はい、その中に甘みもありつつ、めちゃめちゃ美味しかったです、うん、あー、いいですね。で、タンブラーついてるんでしょ？そうです。めちゃくちゃお買い得じゃないですか、うん、食べた方いらっしゃいますか？ね、そう、これもったいないよね。食べてください、ぜひ。ちょっとぜひね、頼んでいただきたいし、うん、あとさやそばもね、ありまして、さやそばはコースターがついてきますんで、はい、コースターが、あ、これだね、こういう風に。これは種類は何個あるんですか？これ4種類、4種類、これも4種類、はい、4種類ありますんで、ぜひね、そば4枚ぐらいは食べれるでしょう、皆さん食べれるのかな、ずるっとね、はい、ね、ぜひとも、はい、コンプしていただきたいなと思いますけれども、はい、さあ、ということで、もう今回も盛りだくさんでございますから、はい、これどん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 ね、いろいろトークにコーナーに用意してますんで、こちらの方を盛り上がっていきたいと思います。さあ、それでは今週もよろしくお願いします。温泉娘放送部、せーの、部活開始。この番組は温泉娘の提供でお送りいたします。温泉娘放送部、改めまして、チョイナー向井聖太郎です。チョイナー箱根さや役の永井梨香です。チョイナー湯河原いろは役の大和田ひとみです。チョイナー強羅環奈役の前田香織です。チョイナー修善寺東子役の山口めぐみです。さあ、ということでございまして、もう景色が動いてる中ね、うん、本当ね、動いてる、まあ、先週もそうでしょ、やっぱ景色綺麗ですよね。綺麗ですね、本当に贅沢ですよね。贅沢ですよね、本当、確かに本当に。オーシャンじゃないや、そうですね、あと湖なの、まあ、レイクビュー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 が素晴らしい。そうですね、本当にぜひともね、これ見てる方もね、ちょっと一度これね、伊豆箱根鉄道さんの遊覧船乗っていただきたいなと思うんですけど、メールもたくさん来ていってるということで、それでは早速読んでいきましょうか。はい、はい、読まないということですね。読みましょう。私からいきます。はい、はい、サイの国民様からいただきました。ありがとうございます。おられます。ありがとうございます。嬉しいね。はい、温泉娘の皆さん、チョイナー、チョイナー、この度は箱根での公開登録開始、公開録音、うん、開催おめでとうございます、うん、今回は遊覧船という、あれ、遊覧船を貸し切りというユニークな形での開催ですね、はい、公開録音をしながら箱根らしさも堪能することもできますし、うん、面白いアイデアだと思いました。さて、これからも各地の温泉地でコラボやイベントが企画されている温泉娘ですが、うん、これらで皆さんがやってみたいことはありますか、うん、個人的には温泉地を巡るスタンプラリーがあったらいいなと思いました。いいですね。例えば、伊豆箱根界隈では今日登壇されている4名のほか、うん、熱海ういかちゃん、うん、伊藤椿ちゃん、観音とよみちゃんの3名を加えた、うん、計7名も温泉娘がいるので、鉄道会社やバス会社とコラボし、これらの温泉地を巡るスタンプラリーなどいかがでしょうか。それではこれからも放送を楽しみにしています、ということです。ありがとうございます。ね、夢が広がりますよね、いいすよね、はい、軽めに言ってる割には一大プロジェクトですね。そうですね、結構いろんなものが含み、ね、どうですか、やっぱりそれぞれちょっとこういうことやってみたいなみたいなことあったりしますか？お猿さんと温泉に入りたいです。お猿さん、お猿さん、お猿さんと温泉ね、これどうなんでしょうね、この辺ではありえるんですかね。え、ま、でもさっき調べたら、はい、さっき調べたら、お猿さんと入れるか、アザラシと、うん、ありましたよね、あったね、すごい、アザラシと入れる場所がある、アザラシと温泉入れるんですか、あれ、嘘、
は、はい、どういうことですか。一緒に言いましたよね。それ少年アシベ、読んだだけじゃないですか。アザラシってさ、あれだよね、南極とかにいる。どっちかというとね、なんか寒いところにいるイメージはありますけど。お湯大丈夫なの。確かに溶けそう。確かにね、いや溶けはしないでしょう。そういう氷細工じゃないんですけど。でもそうやって動物と触れ合うっていうのはいいかもしれませんよね。一個ね、アザラシやお猿や他なんかあったりします。こういうことやってみたいなみたいな、温泉娘で、温泉娘で。だから逆に今までなかったんでこういうことやってみませんかでもいいんじゃないですか。そのね、温泉娘のスタッフさんも見てるから、あ、なるほど、そのアイデアいいな、ちょっとやってみようみたいな。体育祭とか。あ、温泉娘のやりたい。あ、そのユニットごとに体育祭やって、なんかパン食い競争とか、なんかまあね、実施できそうな感じの。それをビデオに収めて。そう、もうユニットだけなの。まあでもパン食い競争ってもう、いや、ちょっと待ってください。もうね、頭が今ね、パン食い競争とかで頭いっぱいだったの。ユニットがね、引っかかる。ユニット組みたいですよね。そうだよね。だからユニット、そう、私も確かに運動会でユニットごとにって言ってるけど、じゃあユニットに参加してないメンバーどうなるんだろう。それ私やん。そうやん。え、私もやん。そうですよね。そうだそうだ、ユニット組まなきゃ。じゃあ、ユニットを組んで、まずユニットを組んで、体育祭もやって。組むってことはもう大前提です。もう当たり前。もう決定だ。ユニットを組むことは、ユニットも組むことはもう決定ということで。決定したんですか今。ここで。してないです。ここで。いや、してない、してないです。まあね、その山口さんの気持ちの中では、強く出て、私の気持ちの中ではもう、じゃあ例えばこの3人とかでユニットみたいなことも、まあ赤月は3人ですから。え、3人ってどの3人ですか。ちょっと待ってください。じゃんけんする。じゃんけんする。そりゃそうでしょ、この3人でしょ。え、この3人、私は。いや、あなたはスプリングスがある。そういうこともある。掛け持ち。そんな何々何48的なことってできるんですか。まあじゃあ例えばね、まあこれ仮ですから、この4人でやるとしたらね、ユニット名どうしましょうね。ユニット名共通点とかありますか。箱根だけど、なんだろう、静岡県だから。やっぱ今じゃない、足の子。足の子、船の足の子シスターズ。え、なんかやだ。足の子シスターズ、どうも阿佐ヶ谷姉妹感がだいぶ強いですけど。実現したら足の子から生まれたもんね。そうですよね。そうか、足の子シスターズ。つながってますから、あのね、島と島が。島と島が、島と島が。永井さん、永井さん、もしかして眠いんですか。違いますよね。まあだからそのね、足の子の周りにいろんなね、つながりがあるということでしょうけど、足の子シスターズだから、まあね、何をするかですよ、この4人でね。なんで運動会でもなんか文系が多い。あ、確かによね。なんかやっぱり文豪がね、言ってたみたいなところもありますから。私はなんかちょっと一人だけね、ちょっとパリピ寄りだけど、パリピ寄り、ちょっとパリピ寄り、違うけど、それもバランス取れて、バランス取れて。そうだね。ただその棒を持ってる人はパリピじゃないんですよ。パリピじゃないんですか。これはパリピじゃないんですよ。はい、なるほど、なるほど。はい、そうなんですけど、でもまあそうですね、趣味が違えどっていうことですから、いいですね、いいですね。なんかそれぞれも共通点もやっていくと見つかるかもしれませんね。逆にね、バラバラでもそれはそれで面白いのかも。確かに。どうですか、体育祭以外もしかしたら。もう言っとくべきですよ、こんなんは。本当にさっきも言いましたけど、口に出しとくべきですから。あ、わかった。こう、日本の温泉地を世界に届ける。ワールドワイド。世界ワイド。いいですね。つまり海外に、海外、外国の方も来てもらうために。確かに。そうです、知ってもらうために、日本の良さを知ってもらうために、温泉娘たちがちょっと活動しに行くよみたいな。海外にも。どこに行きます。海外どこ、いっぱいありますよ、国も。ドイツ。ドイツ。ドイツ。バーデンつながりで。あの、ユフインで。あ、ユフインの。ユフインの。バーデンちゃん。バーデンちゃんって子が、あのドイツかぶり、かぶれ。ドイツかぶり。そんなドイツのキャラ2人いないでしょ。ドイツかぶれ。ドイツかぶれのキャラなんですよ、ユフインちゃんは。なるほど。ドイツでつながれるかもしれないですね。そうか。そうなったら渡田さんが行くんじゃないですか。そっか。そうですね。そうだよな。そんなにはっきり落ち込まないでください。そっか。行くこと決まってはないですから。まあまあまあね、ちょっとこういう風にぜひね、ドイツも行けるようにしたいなと思いますけれども。さあ、メールもう一枚。
読んでみましょうか、はい、読ませていただきます、はい、ラジオネーム紅さんからいただきました。紅さん、あ、おられる、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、やっぱ来てる。出演者の皆さん、ギュイーン、ギュイーン、ありがとうございます。箱根での公開録音の開催おめでとうございます。ついに念願の箱根でのイベント、特に永井さんはずっと箱根でイベントやりたいと言っておられたと思うので、ひときわ楽しみにされていたのではないでしょうか。本当におめでとうございます。さて、私は箱根に来るのが今回で3回目なのですが、うん、箱根は温泉ももちろんのこと、今回イベント会場にもなっているこの遊覧船やロープウェイで行ける大涌谷などなど、様々な楽しみ方ができることが魅力の一つですよね、うん、そこで質問なのですが、皆さんは温泉地にこんなものがあったらいいなといったものって何かありますか？個人的には思いっきり体を動かせるスポーツ施設のようなものがあったら最高ですね。確かに、あ、そのことでした。骨だけにね、そうですね、そこで汗かいて、まあ、さっきのね、体育祭じゃないですけど、はい、終わって温泉みたいなのね、いいでしょうけど、確かに、なんだろう、なんか定期的に卓球台は置いてほしいなって。あー、卓球、あ、でも卓球はね、結構あるんじゃないですか。ないんかな、温泉、え、なんか外に、外に、外に、え、そんな、定期的に、スタンプラリー的な、定期的に、そう、スタンプラリー卓球みたいな、商店街の、どういうこと、打ったらそれがポンって打つ、あ、ハンコが押されるみたいな。いや、違う、そんな技あります。そういうこと、え、そっち、そんな、どういうこと、ここに置いてバチンって決めて、いや、これなかなかハードル高いですよ、難易度高いです。ほんと汗まみれになっちゃいますね、はい、ねえ卓球ね、でもまあ思った瞬間にできたら楽しいですよね。うん、そうですね、ゲーセンとか、あ、ゲーセン欲しいですね。これね、結構男性は喜ぶんですよ。レトロゲームみたいなのがあったらちょっとやってみようか。やっぱ温泉の旅館とかホテルとかにあるとめちゃくちゃテンション上がる。そう、なんなんでしょうね、うわーって言ってまだファイナルファイトあるやんみたいな感じでね、はい、そう、盛り上がったりするんですよ。いいですね、ゲームセンターも。確かにゲームセンター増えたらいいな、確かに、うん、あとは何でしょうね、なんだろう、なんだろう、足湯ポイント、足湯スポットを、あー、やっぱ温泉地ですから、ちょっと疲れたりとか、敷地も広かったりするから、ちょっとした時に休憩ポイントで、確かに ね、新たなやつとか欲しいですけどね、足湯とか手湯とかじゃなくて、なんか顔湯とか、あー、おー、顔湯、女子は絶対に疲れないですね、あの、お化粧が、でもその顔湯の横には、あの、ウォータープルーフ湯もあるんで強い、強い、すごい、どんな効能が、なるほど効能はね、メイクが落ちないっていうだけですけど、いいですね、さあ、ということで、まあ、どん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 ね、そんなも考えながら、さあ、続いてのメールいきましょう。はい、ポカネーム、たかきゅうさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。おられる、あ、あ、あれ、思いだけ届けてくださった、なるほど、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。温泉娘の皆さん、用務員のおじさん、はい、ちょいなちょいなー、有馬温泉で行われている温泉娘コラボ、温泉娘コラボの謎解きイベントが6月末に終了予定ということで、うん、先週有馬温泉へ湯治に行ってきました。湯治でいいのかな、有馬湯湯治、湯治、あ、湯治です、湯治です、湯治、湯治、湯治です、有馬温泉へ湯治に行ってきました。有馬の街を観光しながら謎解きをも楽しめるガイド的な内容になっており、温泉も謎も散策しながら一緒に楽しめました。元輸流船閣に泊まり、サボールさんの金銭銀銭バーガーを食べ、炭酸力さんの青春サイダーを飲み、温泉娘炭酸せんべいをお土産にするという温泉娘コラボづくめの旅行となり、すげえ、身も心もとても癒されました、うん、皆様は謎解きはお得意でしょうか。私は謎解きが趣味なので、他の温泉地でも謎解きコラボがあれば嬉しいです、そのことです。なるほど、最近ね、流行ってますよね、あのリアル脱出ゲームとか、うん、謎解きイベントって流行ってるんですけど、うん、いかがですか、皆さんは。謎解き、謎解き、私はこの前初めて行ってきました、謎解き脱出ゲーム、リアル脱出ゲーム、ほう、いいじゃないですか。でも
全然役に立てずに終わった。それ一人でやるわけじゃないんですね。なんかあのグループで6人1組とかでやったりするんですよ。あ、協力してそうなんです、そうなんです、楽しそう。その時間に集まって、みんなで一斉に。そうです、だから要はチームが12チームぐらいあって。そうです、そんなあるんだ。そうです、そうです、どのチームが先に脱出できるかみたいな。そうですね、制限時間内に脱出できるかできないかですよね。だから今回は4チーム脱出できましたとか。楽しそう、はい、いや、むちゃくちゃ楽しいですよ、ねえ、それこそね、温泉娘で脱出ゲームみたいな、はい、今有馬でやってますから ね、そういうの東京、こちら側でもね、いろんなところでやりたいですね。ねえ、このメンバーで、このメンバー、このメンバーでユニット、ユニット、ユニットの、どうでしょう、おじさんも今、おじさんは入れてたんですけど、完全に今ユニットっていうなんか釘を刺された感じが、バシって切られた感じがしたんですけど、足の子、乗ってる、みんな、そうか、足の子、足の子シスターズね、どうですか、足の子シスターズウィズ、ウィズおじさん、ただのおじさんが近づいてますけれど。そう、でもそういうね、経験したことないことをやるっていうのは楽しいかもしれませんので。楽しい、すごく絶対楽しい。私も結構謎解き好きで。あ、そうなんですか。好きなんですよ。なんかこの間は、なんかまあ他の番組でやらせてもらったりとか、あとなんかゲームでよく謎解きのゲームやってました。ありますよね、なんとか教授とか。はいはい、なんとか教授とか、なんとか教授、そうですね、はいね、だからめっちゃ好きで、全部のシリーズ持ってます。これはもうエースですよ。じゃあもうエースが部長が来たぞ。部長、部長が解いてもらえる。ついて大丈夫ですか。自然地とうこちゃんはちょっとおっちょこちょいですけど大丈夫ですか。あ、そっか、ついて大丈夫です、大丈夫ですね、それ自信持ってください。はい、わかりました。山口さんが部長で謎解き部ね、発足ということで。はい、いいじゃないですか。ありがとうございます。いいですね、どん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 話が進んでいってますよね。え、ちょっとぜひとも、またまたね、これもうこういうふうに言っとくべきですから絶対に。はい、だから僕も入れてくださいね。おお、ぜひ。水おじさん、ウィズおじさん、ウィズおじさんで、はい、やめてくださいね、その結果的に誰もいずにオンリーおじさんみたいな寂しいので、はい、ということでございまして、さあということでメールね、ポカ旦那ポカカミの皆さんありがとうございました。これからも放送部へのお便りをお待ちしております。温泉娘放送部、気になるあの子をみんなにアピール、ホットホットプロモーション。イエーイ、さあこのコーナーでは毎回一人の温泉娘を熱く深く掘り下げ、さまざまな企画を通してより多くの人にアピールしていこうというコーナーでございまして、今回は修善寺とうこちゃんにちなんだこちらの企画をお送りします。何が出るかドキドキ、修善寺恋の橋巡り、よいしょー。橋巡り、そうなんですよ。っていうのもですね、伊豆半島で最も歴史のある修善寺温泉というのは、名物であるトッコの湯から遊歩道が整備された、これ竹林の小道など風情あふれる街並みが人気なんですが、最近これね、温泉街の中心に流れる桂川に架かる5つの赤い橋には恋にまつわる ご利益があると言われて、多くのカップルも訪れているんですって。そこで今回は修善寺温泉の恋の橋を巡った雰囲気を味わっていただきたいと思ってますんで、今から皆さんには温泉地デートで女の子に言われたい、ちょっと待ってどうしたんですか、今説明してんのに明らかむちゃくちゃあっち見ましたよ。どうしました、釣られてみちゃった、いい光が来たなと思って、いい光、いい光に負けたんですね向井の説明はそうですよね、仕方ない、見る、ちょっと見るね、いやー、超すごい綺麗、一回ね、光を見ます、すいません、綺麗ね、すごい綺麗、気持ちいい、あ、いいです、気持ちいいね、あ、いいな、やっぱ大人になってこの景色の良さがより分かるようになったな。何があったんですかさあ、というか、いや、そりゃそうなりますよ、そりゃそうなりますよ、これね、はい、そういうチャンネルじゃないですからはい、さあということでございまして、こちらね、今から皆さんには温泉地デートで女の子に言われたいキュンとくるセリフを披露していただきたいと思っております。ただし言うのは普通ではなく、くじで、ね、5種類のキャラから、それぞれの
ものを引いた時のその属性的なので言っていただくということで、はい、お題はですね、元気、クール、ツンデレ、バカ、ね、あと自分の担当の温泉娘の5種類です。おー、ね、難しそう。これ何が出るかわからないっていうドキドキ効果が吊り橋効果になって、またもう一個ドキドキさせるキュンとくるセリフが出るんじゃないかって言ってますよ。ね、ちょっと景色見ましょうか。ちょっと景色見ましょうか、ね、いいですね。鳥だな。これ便利な見つけましたね。なんか滑った時は景色見りゃいいっていうね。これはいいのを見つけましたよ僕。さあということでございまして、まあこちら即興ですけれどもね、バシッとぜひ皆さんにはやっていただきたいと思います。まあちなみにですけれども、こちら温泉地デートっていうのはね、一般的な温泉地でもいいですし、自分の担当している温泉町デートでもいいんで、ぜひね、そちらの方考えていただきたいと思います。さあそれではまずは永井さんからチャレンジしていきましょうか。はい、頑張れ頑張れ、行きましょう。さあこちらくじありますんで、じゃあ引いちゃってください。これだ。さあさあ何でしょう。おお、あー出た出た、ツンデレ、ツンデレでございます。リカチのツンデレ聞きたい。ちょっと確かにね、永井さんのツンデレちょっとどんな感じになるんでしょう。さあもしねこの設定とか先に伝えたいことあったらね、皆さんで、あーなるほどそういう場面ねって共有したいんだったら先に言っといてくれたら。どうしよっかな、ね、悩むところではありますけれども。ツンデレ、はい、じゃあ、うん、どうします。子宝に恵まれる、はい、頭橋って読むんですかね。これは桂橋ですね。あ、桂橋、はい、あその実際修善寺にある5つの橋の中で子宝に恵まれると言われる桂橋がございます、はい、そこでほうのそこでの温泉地のデートで、はい、ツンデレのキュンとくるセリフ、はい、さあわかりました、参りましょう。永井さんのツンデレのセリフです、お願いします。子供って何人欲しいとかあるの？一人？え？三人も？そう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ダメでした。ちょっと待って。景色。え？景色だ。わ、わ、こんなに。綺麗だな。綺麗ですよ。山が大きい。すごい。山ってこんなに綺麗なんだな。雄大に山々してるんだ。自然ってすごいな。綺麗だな。和やかだな、ね。さあということで、永井さん。あ、はい。ツンデレですよ。あ、はい。ツンデレ。だから相手に一人欲しいって聞いたら三人欲しいって言われた、はい。それも付き合ってるのかな、もう結婚も近いのかなっていうのは分かりますよ。これツンデレじゃなくないですか。どうでしょう。最後のそう。ってやつがデレです。これは発注ミス。これは発注ミスで、あれをデレと捉えるのはちょっとレベルが高すぎます。ちょっと濃すぎましたか。濃すぎたかな。なるほど。濃すぎた。ちょっとね、はい、あまりにもレベルが高すぎた。高すぎた、わかりにくい、ね、人類がいなきゃいけなかっただけ。わ、ね、かりました。全然全然ね、とりあえず、うん、オッケーですよ、永井さん、はい、これトップとしては一仕事終えたね。さあ、一仕事終えたんでしょうか。何すっきりしてんの、はい、何すっきりしてんの。さあ、大和田さん。あ、はい、ありがとうございます。さあ、参りましょう。大和田さんは一体どんな属性でございましょうか。あ、大丈夫ですか。ででん。さあ、何でしょう。さあ、なんだ。あ、元気。元気。あ、確かにね、またちょっと雰囲気変わりましたよね。そうですね。さあ、この元気な感じ、先ほどまではね、文学少女といった感じだったのにも、さあ、どうなるんでしょう。さあ、それでは、設定どうしますか。設定、いや、別に言わないパターンもありますよ。いや、大丈夫です、私はっていう人。そうですね。どこでもいいんですよ、本当に。じゃあ、なんか修善寺の、はい、あの、竹林が好きなので、ほう、竹林にいようかな。なるほど、温泉街の横にある竹林、ね、なるほど、わかりました。じゃあ行っちゃいましょうか。はい。さあそれでは行きましょう。大和田さん、元気なキュンとくるセリフ
お願いします。ねえねえってば、ねえ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 、好き。あーいいいいいいですよ。いいないいいいですね。いやシンプルに胸に響いた、うん、なんか良かったですね。良かったですね。すごい素直な、うん、いや本当ようやく後ろを見ずに済みましたね。いや、うん、でもね素晴らしいです。一発目としてはねもう最高だったと思います。本当です、本当ですよ、はい、ねいやそうでもなんか竹林で光がねこうやって差し込んでる中あれ言われてる感じがすごく俺いいなと思いました。いいですね。ちょっと仕事終えた、はい、終わった気でいるよ。さあ続いて前田さん、はい、行きましょうか。さあ引いちゃってください。なんだろうな、何が出るかな。うん、お、うん、さあ属性は何でしょう。なんと、はい、クールです。クール。前田はクール。さあ、前田はクール。そう、またちょっとイメージ変わりますよね。うん、やったことない。頑張ります。でも初公開ですよ。さあ前田さんのクールなキュンとくるセリフです。それでは参りましょう。お願いします。へえ、これドクターフィッシュって言うんだ。え、もう行っちゃうの？もうちょっと一緒にいよ。あ、いいやん、むっちゃいいやん。足湯周りね、足湯で、さっき言った足湯を、はい、あ、よし、足湯、うん、ドクターフィッシュドクターフィッシュでね、だからちょっともうちょっと一緒にいたいからちょっとここの辺の文字読んだりしてね。そうです、もうここで、あ、ドクターフィッシュの説明をこう読む、読んでね、わざと読むクールな女の子だったけど、どうでしたか。どうでした皆さん。いや、よかった、よかった、ありがとうございます。ちょっと私もクールな大人の女性をね、もう今年もうちょっと22になったんで、これから、いやいや、いいですよ、すごくクールができてました。よかった、素晴らしいですね。あとデレも、はい、でデレもあって、デレもあった、なんか最後のなんかちょっともうちょっと一緒にいよって、なんかツンデレもね、うん、ありましたよ。そうか、あー、これがツンデレか。これがツンデレか。あのね、ツンデレを知らずにここまで来れることあります？この職業柄ね、わかりました、よかったです、うん、さあそれでは最後ね、山口さん、よし、一仕事終えた。一仕事みんな終えてますよ。さあ何が残ってんだろうなっていうことですから、じゃ確かに、ね、いきますね。さあ行きましょう。さあ山口さん、なんだろうな、あ、出た出た、あ、自分の担当の温泉娘。これは、え、大丈夫かな、大丈夫かな。トッコちゃん大丈夫かな。まあまあまあね、ちょっとね不幸体質ではありますけれども、さあどうしましょう、設定、どうしようかな、向井さんとのデートってことですか。え、あ、おー、え、ちょっと待って、これは、え、トッコちゃんと向井さん、え、そうですね、嘘、すっごい戸惑ってる。すっごい向井さん戸惑ってる。どうしようかな、運命の相手に出会える渡月橋に行くんですか。はい、俺がですか。はい、俺ですか。一緒に、一緒に、一緒に、じゃあ、ああ、わかりました。違う、やっぱりプロポーズで、プロポーズ、プロポーズしてもらえる楓橋に変えますね。プロポーズしてもらえる楓橋に、え、それ修善寺さんと俺が、俺ですか。そうです、何回も聞いてるんですけど、俺ですか。そうです、俺が行くんですね。そうです、あ、わかりました、わかりました。ずっと同じこと繰り返してる。ちょっと、あ、ちょっと待っててもらっていいですか。ま、じゃあ待っときます。あ、わかりました。はい、じゃあすいません。それじゃあ行きましょう。楓橋で、ね、修善寺さんと俺がいる。キュンとくるセリフです。お願いします。お待たせ。いやいや、全然待ってない。5時間も待たせちゃった。待ったな。おかしいなと思ったんだよね。あのね、うん、あのね、今日もね、バス停に並んでたのにね、うん、バスの運転手さんがね、5時間もね、気づいてくれなくてね。気づかないってあるんだ、ね、バス停で。ごめんね。いや、いいよ、そういう不幸体質なん知ってるからさ。ここさ、うん、楓橋って言うんだけどさ、ね、綺麗だね。そうなの。そうなの。俺は綺麗と思ったんだけど、どうも価値観が違うみたい。そうなの、なんだ。うん、あ、どうしようかな、うん、
どうしようかな。あのここあえでもさちょっと付き合ってさ、うん、もう結構あれ長いじゃない。あの、まあね、結構もう、うん、10年ぐらい付き合ってるから付き合ってるね。大丈夫かな、ね、何かしらのコンプライアンスに引っかかってないかな俺。でもそれぐらいそろそろなんかあれかなと思ってここに来たんだけど、うん、どういうこと。ここのね意味はね、うん、プロポーズしてもらえるカエル橋って言ってね、うん、だからここを選んだんだけどね、うん、これどうしよう頑張れ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 。え、分かった分かった、うん、天心向井さんなんだい。結婚してくださいそっちが言うんだ終了いや、よかった、よかったですよ俺ね、そのね、俺はキュンときました。私も来ました、私も来た一生懸命な感じそのね、そう、不幸体質ながらも一生懸命やってる感じは良かったです、うん、そうです ね、うん、なんかおどおどしてる感じもね。そうそうそう、自然寺とうこちゃんはそんな感じかなと思って、うん、だから良かったですよ、本当にあのね一仕事終えたなっていう感じは。よかった、後ろ見なくていいですかこれ。大丈夫です大丈夫です、大丈夫です。よかった、よかった。あれなんですよ、くじがもう一個余ってるんで、その一人リベンジしたい人がいるとは思うんですよ。おね、せっかくなんです。そば、はい、ちょっとね、ね最後にね、はい、一発ちょっとやっておきましょう。やっておきましょう。さあということで、はい、最後、最後は一体何でしょう。最後のキャラクターはこちら。バカ。さあバカで参りましょう。さあどうしますか設定は。どうしようかな、じゃあ、うん、どっかの橋で。どっかの橋。もうバカです。いいですよ。いい、さあ行きましょう。さあそれでは中井さん、どっかの橋でキュンとくるセリフバカです、お願いします。うわー揺れる、あめっちゃ揺れる、おおえ向井さんは大丈夫なの。俺がいる俺がいた。大丈夫だ、大丈夫大丈夫大丈夫。あのさ、私すごいあのちゃんと立ってられないからさ、うん、手つなご？ここはキュンとくるありがとうございます。いいの出ました。かわいかった、かわいかった、かわいかった、ありがとう、うん、いいですね、よかった、ここ見事リベンジ、後ろを見ずに済みましたさあということでね、今回修善寺とうこちゃんにちなんだ企画をお送りしました。ぜひ皆さん修善寺温泉に足を運んでみてください。以上ホットホットプロモーションでした。温泉娘放送部、放送部からのお知らせ。はい、この時間は多岐にわたる活動している温泉娘の最新情報をご紹介していきます。先日のサードライブで発表させていただきましたが、9月30日日曜日に愛媛県松山市でスペシャル湯煙フェスタ in 松山道後の開催が決定しています。出演者は道後泉役の篠田美奈美さん、足摺あかり役の大空直美さん、いやめぐり役の長久由紀さん、丹生川まなみ役の小原莉子さんです。はい、開催場所は松山市で人気のライブハウス松山サロンキティさんです。はい、詳細は温泉娘公式ツイッターや公式サイトで発表しますので、ぜひフォローしてくださいね。ね、本当にあの全国いろんなところでやってますので、ね、うん、ぜひともこちらね四国の方々、行ってほしいと思います。はい、はいはい、以上放送部からのお知らせでした。はい、では今週の部活動もそろそろ終了の時間となってしまいましたが、早いですね。はい、我が放送部では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは onmus@joqr.net、 onmus のスペルは onmusu です。その他温泉娘に関する情報は温泉娘公式サイトや公式ツイッターをチェックしてください。番組の感想などはハッシュタグ温泉娘放送部をつけてつぶやいてみてください。はい、またこの番組は後日 YouTube の温泉娘チャンネルに高画質&ディレクターズカット版がアップされます。そちらも合わせてご覧ください。はい、ということで2週にわたって登場いただいた4人でしたけども、はい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ皆さんもね、高6に来ていただいた皆さんもありがとうございました。
ね、一部二部一緒の方もおられたでしょうけれど、皆さんいかがでしたか。うん、素晴らしい、ありがとう、大盛り上がりでございますね。よかったです。ちょっとね、ぜひまた来てください。こうやってやってますので、足の子ね、シスターズで、そうだ、ね、今日ね、シスターズ行かないと、足の子シスターズかっこ仮で、そうですよ、ね、ユニットね、かっこ仮で決定しましたから、はい、うん、あとはね、謎解きもやっていって、うんいきたいと思いますので、よろしくお願いします。高6は月1でやってます。次は7月28日でございます。よかったら来てください。次回の入部希望者は温泉娘公式ツイッターでお知らせしていきますので、ぜひフォローの方お願いします。さあ、それじゃあちょっとね、まあ時間もあまりないですけど、一言ずつじゃあ感想いただきましょうか。まずでは山口さん、いかがでしたか。はい、初めての温泉娘のイベントだったんですが、すごいなんかアットホームな雰囲気で、すごいなんか楽しいというか、なんか全然緊張せずに、なんかほっとした気持ちで、逆に癒されるイベントだなって思いました。すごい楽しかったです。向井さんも本当にすごい面白い方でありがとうございます、嬉しい、すごいなんかやりやすかったです ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。山口さん、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、続いて前田さん。はい、今日は皆さん本当にありがとうございました。こちら地元の方だよって方いらっしゃいますか。そうなの、じゃあ他の方は全員遠方からいらっしゃっているのかな。そうなんです、ね、そうなのか、ありがとうございます。ありがとうございます。もうずっと念願の箱根にずっと前から行きたいなっていうふうに思っていたので、あのゴーラーカンナちゃんとしてこうやって高6に箱根で、しかも船貸し切りで参加させていただいて本当に楽しかったです。またなんかね、最初ちょっとこう緊張してたりとか、どういう感じで行こうかなってドキドキしてたんですけど、すごいお客さんの皆さんとの距離も近くて、あの温かい気持ちでイベントを迎えることができました。皆さん今日は楽しんでいただけましたか。ありがたい、ありがとうございます。うん、またこれを機に箱根、あ、そうだ、箱根皆さん楽しんでいってくださいね。あの終わった後もいろいろ観光とか回って、そしてそれを機にゴーラーカンナちゃんも箱根ももっともっと良さが広がっていったらいいなって思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いて大和田さん、お願いします。はい、皆さん本当に今日はありがとうございました。あの本当に私神奈川県出身なので、大好きなこの箱根で初めての温泉娘としてのイベントを参加できて、しかもこの遊覧船っていうなんか贅沢なところで皆さんと楽しい時間を過ごせて本当に本当に良かったです。皆さんこれからも温泉娘のことどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後永井さん、お願いします。はい、私は本当に1年前に一人で弾丸で、箱根に来て、ロープウェイを偶然貸し切りという体験をしたんですけど、今日はその1年後に、ここで箱根で仕事としてイベントができて、しかも今度は遊覧船貸し切りっていうことで、すごいグレードアップしたなって、1年間グレードアップしたなってすごい嬉しくなりました。で、しかも香川県のね、今出てる温泉娘3人と、それプラスアルファで伊豆の子まで来ちゃったっていうすごい豪華なメンバーで、すごい本当ね、こんなスケジュール合うことないから、なんかすごいなんだろう、奇跡的なこうイベントだったんじゃないかなって思いました。だし、これからもやっぱまだ箱根担当ですけど、箱根のことあんまりよく分かってない部分もあるので、なんかこう皆さんで、SNS とか、高録とかいろいろライブとかを通してどんどんつながっていったらいいなと思います。いつでしたっけ、9月、はい、松山の道後行きますし、うん、その前に8月、はい、サマソニもやりますし、あとは、ね、北海道もスプリングス全員で行くので、うん、これどんどんその活動区域が広がってるなって思っていて、なんかすごいもっともっとこれからもいろんな人に温泉娘を知っていただけたらいいなってすごい思いました。ちょっと今日もチャランポランな私でしたけど、すごく楽しかったです。皆さんもこれからも温泉娘よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあということでございまして、それでは来週も放送部の活動にお付き合いください。お相手は温泉娘放送部臨時顧問の向井聖太郎と箱根さや役長江里香と湯河原いろは役の大和田ひとみと強羅環奈役前田香織と修善寺東子役山口めぐみでした。さあそれでは会場の皆さんも一緒にやりましょう。せーの、ジョイナー。また来週、ありがとうね、また見てくれた人ありがとう。この番組は温泉娘の提供でお送りいたしました。